船長のやつ勘弁しろよな。いつまで尋問するつもりだったんだよ。致し方あるまい。身分を示すものがないのだからな。オタクがだろ。アジュール行きだなんて外国だよ。見ろよ、イルファンの冷静が終わるぞ。にしても医学生だったとはね。ちょっと驚いたよ。ねえ、聞いていい？どうして助けてくれたの？あの状況じゃ普通助けないよ。金になるから。私たちを助けることがなぜそうなるのだ？あんたらみたいなのが軍に追われてるってことは相当ヤバい境遇だ。そいつを助けたとなりゃ金をせびれるだろ。でも僕お金ほとんど持ってないよ。あいにく私もだ。マジか。それじゃ値打ちもんがあればそいつでも受け付けるぜ。ないよ、あんな状況だったんだ。高く取引されそうなものなどないだろうな。ねえ、アルビンって何してる人？軍人みたいだけどちょっと違う感じだしさ。へえ、いい線いってるよ。傭兵だ。金はいただくが人助けをする素晴らしい仕事。うん、それは肝心なことだ。へえ、しゃあないか。アジュールで仕事でも探すか。すまなかったな。ボランティアか。早くアジュールに着かないかね。外国って言ってもあんまり変わった感じしないね。ん？ああ、アジュールって言ってもここら辺はな。へえ。あ、地図があるみたい。見てくるね。から元気かね。気持ちを切り替えたのか。見た目ほど幼くないのだな。オタクが巻き込んだんだろ。随分と他人事だな。確かに世話になった。だがあれは本人の意思だぞ。私は再三帰れと言ったのに。それでオタクに当たるわけにもいかないから、あのから元気ってか。どっちにしても大人なこと。ここから来たか。それで？すぐ立つのか？いや、アルビン、傭兵というからには戦いに自信はあるのだろ？ああ、そりゃあな。私に剣の手ほどきをしてもらえないか？今の私は次第の力を持たない。剣を扱えないとこの先の道は困難だ。次第？なんかよくわかんねえけどさ、正直俺を雇ってほしいところだよ。でも金ないんじゃな。無理だろうか。稼ぎながら訓練ってのはどうよ。どういうこと？そうだな、この海底にもいるだろう。探してみようぜ。
サブイベントか。サブイベントか。はい。イベントが多かったせいで、あれですね、なんか、喋る機会がなかったっていう。何がいいんだろうな。レベルによって全部変えられたりするかな。どれがダメだったって言ったらちょっと嫌なんだけど、とりあえず取っとくか。クルスニクの槍とやらが発動したとき、膨大なマナがこれに集中していた。これがあの兵器を稼働させる鍵なのは間違いないだろう。何か用か？おっと、何構えてんだ？怖い顔してさ。用事がないと話しかけちゃダメなの？いや、だが背後から息を潜めて近づくのは感心しない。なんだよ、まるで俺がヤバい男みたいに。あのジュードってやつにもそうやって難癖つけてるわけ？うん、難癖のつもりはないが、そう取られているかもしれんな。少年ってのは傷つきやすいんだ。気ぃつけてやれよな。お？意外に優しいのだな。そりゃ俺のキャッチフレーズは心優しき傭兵だから。うん、いいキャッチフレーズだが、あまり長生きできそうにないな。言ってくれるね。さて、クマノックっていうの難しいな。多分広すぎるな。これどうしようかな。びっくりマークついてる人探すか。ショップビルドが、うん、難しそうだな。とりあえず何からがいいのかな。これあげるわ。いらんわ。ああ、こうやって経験値が溜まっていくんだ。荷物もいらない。なるほど。多分ミラが行くのがそこなのかな。よ、依頼があるんだろ。俺たちにやらせてくれないか。あら、あなた傭兵？ちょうどよかった。依頼？そう、こういう依頼は魔物との戦いになる時もある。なるほど。ここで仕事として依頼をこなせば、お前は報酬を、私は訓練になるというわけか。そういうこと。これで利害が一致したろ。じゃ、詳しく聞いてみるか。この頃、この海底の西にある湖に見かけない魔物が住み着いてしまったんです。湖はこの辺りの貴重な水源なので困ってしまって、それで魔物退治を引き受けてくれる人を探していたんです。報酬は？もちろん現金でお支払いします。だってさ。いいだろう、魔物退治とは好都合だ。どうかお願いします。手強い魔物なので、お気をつけて。
あ、そうそう、剣の手ほどきについてだが、さすがにこのままじゃしんどいだろう。基本だけな。よろしく頼むよ。さ、構えてくれ。まあこんなもんだろ。すまなかったな。じゃあ行こっか。待て、ジュド、君はこれからどうするつもりなんだ。もう私についてこなくてもいいのだぞ。国境を越えたんだ。ナシガルの追っ手が来るにも少し時間はかかると思うぜ。何が言いたい？もう少しぐらい考える時間があるんじゃないかってこと。ごめん、ミラが出発するまでには決めるから。そうか、わかった。ではとりあえず依頼をこなすとしよう。軽いおせっかいのつもりが、いつしか重罪人扱いか。オタクぐらいの年の子にはちっとしんどいよな。でも僕が勝手にやったことだから。アルビンっていいやつですね。まあ現段階ではですが。何してるんだ？一応論文のための覚書をまとめ直しておこうかなと思って。まさかこの後に及んでお勉強とはね。真面目というか、なんというか。だよね。S ランク犯罪者なんてきっと学校も除籍なのに。ま、そうへこむなって。機会があれば俺からも軍と学校に証言してやるから。オタクに悪気がなかったことなんて調べりゃすぐわかるさ。ありがとう、アルビン。けどアルビンも指名手配されてるかも。ああ、一緒に逃げちまったもんな。もし捕まったら僕証言するよ。アルビンは見た目ほど怪しい人じゃありませんって。そりゃどうも。見た目は怪しい人じゃない。まあどっちにしろダメかな。しても景色がいいな。この先行けないかな。行けそうだけど行けないか。なんか入れない。この辺にセルチしたのかな。じゃあこの辺にして、まあこんな感じで、まあどちらかというとゲームの方のなんていうかストーリーに任せつつ、まあ口挟むような感じになるんですけど、まあこんな感じで進めたいと思います。次回はこのなんだ、顔マークがついている人を話しかけて、さっきの依頼をやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。電池。